あ、お久しぶりです。お久しぶりです。今日また例の AI についてなんですけど、この通りね、ついに、僕も AR 回収型手に入れることができました。それってまさか転売？この通りね、ほら、定価1870円でね、無事エアリアル購入することができましたよ。いやー、本当に嬉しいですね。ああ、一体それはどうやって購入されたんですかね？まあね、このエリアなんですけど、たまたまね、僕もちょっと家電量販店さん立ち寄った時にね、ガンプラコーナーというか行ったらですね、もう不定期再販というかね、もう、ひな壇の上にね、エアリアルがもう大量に置いてあってね、それこそもう販売初日ぐらいの数ありまして、いやーもう本当にね、もうびっくりというか、もうこのチャンスを逃すまいと僕ももう買いましたよね。こんな感じで。いやー、ちゃんとね、後で転売さんからね、絶対買ってないっていう証拠として、レジートとも見せますんでね、それで、確認してください。もう本当にね、嘘偽りなく、僕は実店舗さんで定価で購入することができました。いや、本当にありがたいね。最後に何かこのエアリアについて思うことがあれば。やっぱりまだね、このエアリアル回収型、アマゾンとかね、他ネットショップさん見ても、全然定価で買えないですよね。それこそもう、2倍近い値段でね、売られてたりするんで、本当に発売初日手に入れられなかった人はね、まだまだ買えない状況が続いてると思うんですけど、それでもね、やっぱ、実店舗さんね、行けば、僕みたいに、大量にね、再販されたものをですね、店舗に置いてる場合があったりするので、もしね、時間がある方とか、もうこのエリアル回収機買いたいっていう人はね、お近くの、家電量販店さんとかね、それこそ模型屋さん行ってもらえれば、もしかしたらね、このエリアル回収型売ってると思うんでね、行ってみてください。本当にね、定価で買えてよかったです。今回ね、このエリアル回収型ね、再販分いっぱい用意してくれた店舗さんもそうだし、再販かけてくれたね、バンダイさんも本当にありがとうございました。しっかりね、めでてから 組もうと思います。本当にありがとうございました。やったぜ。